こんにちは。ファクトリーギアの沢山です、えー。今日はですね、こちら、リンのワイヤーストリッパー、DNP668WS の紹介をします、えー。こちらはですね、0.13から8ミリまでの、えー、配線ですね、えー。このような配線をですね、えー、ワンタッチで皮むきできるという便利な工具なんですね。えー、早速やってみましょうね、えー。ここ、ここにですね、配線を挟んでいただいて、グリップを握るだけ。はい。 ねえー、こんな感じで簡単に皮むきができます、えー。線の太さはですね、えー、今言ったようにい,いろんな太さができます。このような細い線。えー、これもですね。はい、ねえー。簡単にできます。そして、このような複合線。ね、中に何本も入ってます。えー、これも、ほら。ねえー、簡単に皮むきができます。で、これのですね、特徴はですね、 先端だけではなくって、えー、このような配線の途中ですね。配線の途中も、ピッと。はい。えー、こんな風に皮むきが簡単にできるっていうのが、えー、特徴なんですね。で、もう一つ、よいしょ。ここの穴見えますか。ここの穴。はい。これはですね、このように、剥いたカスが ね、今落ちましたね、えー、落としてくれる、えー、そんな穴なんですねそれとですね、えー、太さによってはですね、えー、掴む力を強くしたいとかね弱くしたいとか微調整したい方もいらっしゃると思います、えー、その場合ここここのネジをですね、えー、締めたり緩めたりするとここの掴む力がですね、えー、強くなったり弱くなりますので、ねえー、配線のね太さに合わせて、えー、お好みの力に調整できますそれとこここのネジはですねこれね定寸装置なんですね 毎回同じ長さでですね、先端の皮むきをしたい場合、えー、これで長さを調整します。ねはい、固定したら、はいえー、ここの定寸装置に合わせていくと、はい、毎回この長さに向けるという、ね、そんな便利な機能です。邪魔な時はですね、これ外してもらって、こうしてもらえば、えーねえー、邪魔になりません。 それと、ここ。簡易的なんですけど、圧着もね、簡単な圧着でしたら、ここでね、できます。それと、ここにもね、カッターが付いてるんですね、実は、えー。こんな感じで。よいしょ。ね、6ミリまでの配線でしたら、えー、切れます。まあ、あくまでも簡易的なものになりますんで、ニッパーとかね、そういうのがいいと思います。 はい、えー、今日はですね、えー、0.13から 8mm までのワイヤーの皮むきが、えー、簡単にできてしまう、えー、ワイヤーストリッパー D のワイヤーストリッパー DNP668WS の紹介でした。